はい、始まりました。今回はおとなしめな毎日メイクということでやっていきたいと思います。まず干からびてるお顔にたっぷりと水分と油分を足していきます。ハンドプレス、ハンドプレス、ベタベタじゃなくてもちもちしてたら大丈夫です。これチフレの保湿ベース、これも実はそういえば良かったなと思って思い出してつけてます。しっとりするし崩れない、これも良きです。中心から外に伸ばします。若干トーンアップしますね。そしてキャンメイクの BB クリーム、今回は、できるだけ薄膜に仕上げたいので、ファンデーション、がっつりファンデーションじゃなくて BB クリームで仕上げていきたいと思います。なのであんまりカバー力はないです。だけど油分とかはまあ抑えたいのでしっかりスポンジでパッティングしてます。これ乾いたスポンジです。でコンシーラーもチフレのコンシーラー使います。暗い方使いますね。今回ちょっとオレンジなしで挑戦してみるんですけど、ちょっとやっぱりオレンジないと私のクマクマは難しいかなって感じなんですが、頑張ります。薄膜にしたいのであんまり塗りました感出したくないので、明るいのは使わないで暗い方でいきます。そう、パウダーの前にちょっとね血色感出しとこうと思って、でも真っ赤にしたくないのでくすみピンク使います。ふんわりで指でちょっと苦手な人はスポンジの底使ってまん丸にトントンとして入れていきます。まん丸な形でトントンとして入れていきますね。これねあんまりつけすぎないようにしますね。そしてマシュマロフィニッシュパウダーいきます。これもパウダー、パフじゃなくてブラシでふわっとのせていきます。なんかしっかり押さえるっていうよりかはツヤ残しながらふんわり仕上げたいなって感じです。なんですけど目の下はねしっかりねアイラインのにじみの防止のために押さえます。でやっぱりねこれいつものくるくるしますね。くる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 ツヤ出します。サラサラチェックで、ローライトねちょっとね入れますね。そんなにがっつり入れない、なんとなく入ってるかなぐらいでいいかなって思います。ナチュラルだけどこういうとこも気をつけて入れていきます。で、そう定番のシルキースフレアイズの優しいオレンジを全体的にのせて、できるだけ控えめにするするつもり、濃くならないように、目尻もちょっとだけ入れますね。ビューラーはあのまつげはね私しっかり上がってる方がいいかなと思ったのでしっかりめにしました。何それ、そう眉毛がねちょっと伸びてたので急に眉カットしております。一応眉頭の高さ合わせてるつもりからのいらんところカットしてますね。これあリップクリーム塗るの忘れてました。フェイスパウダー押さえた後にリップクリーム塗ってください。皆さんバリバリになりにくいですよ。はい、これもおなじみキャンメイクのアイラインでございます。この茶色ちょっと濃いかもしれないのでもうちょい明るめの茶色でも OK でございます。そう細めには引くけどもインラインはできるだけね引くように、インラインだけでもいいかもしれないぐらいです。いつものねマスカラ下地なんですが、今日はそんなバチバチにしたくないので一度だけ重ね塗りはせずに一度だけにします。
言うてまあまあ何回も塗ってますけれども。でチフレのアイブロウペンシル、おたまたまつ、あやっぱり気になる気になる。ハサミ怖い人シェーバーでもいいのでね、これね。まあ、ペンシルじゃなくてもいきなりね、あのパウダーでもいいんですが、まあ今回はペンシルと後で出てきますけどパウダーで仕上げました。まだ気になるそう、書いてるうちにね、いらんとこ出てくるんですよね。そう、できるだけナチュラルな眉毛にしてるつもりでございます。うん、ちょっとね、そう、ちょっとダマになるかもしれないかなって感じました。眉頭は指の力抜いて描くんです、ファファファと。はい、眉尻はちょっと強めからのぼかす、前後左右いろんなとこ見てチェックしてますね。皆さんもこれやってみてください。これチフレのね、アイブロウパウダーの真ん中の薄い色使います。眉頭だけパウダーでファファファとぼかして入れていきます。これ遠くの鏡見ております変な表情やな。あ、そう、ムラがあるので綿棒で修正。まだまだ気になる。うん、乾いたから、今日はね、リアップ のそんなにボリューム出ないタイプのねマスカラを使っております。これ細くてすごい塗りやすいですよね。下もね、ちょっとだけ塗ります、うん、軽くつけてます。もう一回もう一回塗らせてください。ちょっとだけね、すいません、ちょっとだけ出します。ちょっとだけです、これ。はい、出してこの目のキワもね、アイラインの代わりに。でちょっとね、あのティントタイプのピンクをまずベースとして塗って、リップクリーム代わりみたいな感じ でこれだとちょっとピンクが強いので洋服と合わないので、そう、ベージュピンク、これを出して色調整していきました。これいつも使ってるグローフルールチークス。やっぱり大きい筆でふわっと入れていきますね、これも。おしゃんにするならね、もうちょっとブラウンっぽいリップでもいいかなと思うんですけど、これぐらいでもいいかなと。はい、で今日珍しくちょっとヘアのセット風景もちょこっとお見せしますね。前髪の癖取ってます。まずストレートアイロンですね。で分け目悩んでます。前髪がちょっと伸びてきちゃって悩み中。そうで、跳ねてる毛を伸ばす。でちょっとくるっとカールさせるっていう感じでなじませていきますね。で毛先は何でもいいから、どっち向きでもいいからワンカールさせておきます。うん、伸ばす、緩くカールの繰り返し。もう一回毛先巻き巻き。そう、結局まとめ髪にするんですけれども、この工程結構大事で、くくった時にぴょんぴょんまっすぐの毛が出てるか、くるんとした毛が出てるかで全然違います。はい、オイルつけますよ。はい、櫛みたいに溶かしてベタッとつけない。まずベタッとつけない。トップはベタッとつけない。だん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 毛先に行けば行くほどしっかりつけていく。なじます。それからくくる。でもくくってからね、おくら毛は処理しても全然いいんですけれどもね。
はい、これはワックススプレーでございます。耳の上のもみ毛がねヒヨヒヨっと出てると老けて見えるので、この場合しっかり何隠す、なじます、なじませます。イヤリングなんかつける仕草も見せたりなんかして、はい、そう、分け目がねちょっとね前髪が今長いので悩んでおりますが、誰も見てへんよね。うん、なんか全然私的には目が物足りへんわ。でもほらまつげ自然でしょ、すごくこれぐらいの方がね普段はねいいかなと思います。普段メイクということでは、はい、いかがでしょうか。ぜひやってみてください。